フリードリヒ二世、フリードリヒ二世は、ザクセン先帝公、チューリンゲンホーハク、カンダイ公と呼ばれた。ザクセン先帝公、フリードリヒ一世とヒデ、リューネブルク公、ハインリヒ一世の娘であるカタリーナの間の、長子として生まれた。チューリンゲンホーハク、ルクセンブルク公、ビルヘルム三世の二位。1428年に、父が死ぬと、三人の弟、ジギスムンと、 ハインリヒ、ビルヘルム3世と共にザクセン選定綱領を相続した。1433年、ベッティン家はそれまで構造を続けていたフス派との講和を結んだ。1438年、ザクセンではフリードリヒ2世の下で最初の両方議会が開催されたと考えられている。両方議会はこの時、財政上の問題に関する新制度の導入がなされる場合、 統治者の召喚なしに集まって、評決を取る権利を与えられている。ハインリヒが1435年に溶接し、ジギスムントが1440年に、ビュルツブルグ司教となる際に継承権を放棄、同年に、父の重帝の中林元砲白フリードリヒ4世が、亡くなると、フリードリヒ2世とマッテー・ウィルヘルム3世が領土を分割相続することになった。 1445年のアルテンブルク分割協定により、ビルヘルム三世は、ベッティン・家領の東部を構成するチューリンゲンとフランケン地方を与えられた。家領内の鉱山は、兄弟で、共同管理することになった。しかし、領土の分配に関する兄弟争いのため、翌1446年には、両者の間で、ザクセン兄弟戦争が勃発した。 この内戦は1451年1月27日のナウムブルク条約の締結により終結した。1459年にボヘミアの町ヘプで結ばれたエーガー条約ではフリードリヒ2世、ビルヘルム3世兄弟とボヘミアをイジーとの間でザクセンとボヘミアの間の国境が確定された。同条約で国境地帯と定められた。 エルツ山地及びエルベカワナカ流域は現在でもドイツとチェコの国境となっており、この国境はヨーロッパに現存する中では最も古い国境である。フリードリヒ2世が死ぬと、二人の息子エルンストとアルブレヒトが後を継いだ。ビルヘルム3世は男子のないまま1482年に死んだため、チューリン原料はフリードリヒ2世の系統に回収された。 1485年に、エルンスト、アルブレヒト兄弟は領土を分割。前者の系統は、エルネスティン家、後者の系統は、アルベルティン家に分裂していった。1431年6月3日、内オーストリア公、エルンストの娘で神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世の妹であるマルガレータと結婚し、マニュ8人の子女を設けた。ありがとうございます。